い、どうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコーストロールということで、いや、いいね、シンプルで訳す手前が省ける。まあ僕いつもコース名訳してるんですけど、今回は訳さなくていいでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.87%。 あ、やべ、間違った。危ねで、最近さ、ピオキングさんの元気はどこから来るんですかって DM があったんですよ。それはみんなのおかげかなって、好感度上げておこうかな。おっと、この USA 記録は怪しすぎるよ。絶対に通ったらいけないと思う。そしてここはピンクコインよコースか。じゃあ P スイッチを踏んでこの結果からに乗る。開幕派だ。そういや、またコメントの話になるんだけど、チャッカマンが好きですってコメントがあったんだよね。で、まあそこまではいいんだけどね、風呂場でチャッカマンって言ってますから風呂場でチャッカマンとか言う時ある？どんな時だろうね。追い出しする時かな。チャッカマン毒沼ここさ、上でダメだったんかな。キノコ取った時笑われたような気がするんだよね。ほらほらほら、なんでこの先キノコ取ってったらやられるみたいな。まあまあまあ、一旦進んでみようか。この先にこっからどうなるかなんだけど。あ、なるほどね。ここでデカだったらバレに引っかかると。頼むってバレ、今日は僕の愛を受け入れて。ほら、チュッ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 、こんなにも僕は愛しているというのになんで受け入れてくれないんだ。それじゃあここ下から行けっていうことなんかな。あ、なるほど、これで先に進めるっていう感じか。そんで僕思うんですよ、たまには静かに、そしてゆっくり実況していこうかなと。いや、僕もできるんだよ、そんくらいぐらい。ここは右ダッシュしていった方遅いね。あら、失礼、ちょっと本性が出てしまいました。静かな実況派の皆さん、安心して見ないでください。焼き魚、ここ右ダッシュでいいんじゃないかな。で、一旦右まで行って、で、左に逃げておく。そしたら1個だけ開けてくれるっていうわけで。そして右上の土管か左、読めました。このドクロルト左に閉じ込められると思います。なんで右にジャンプ。そしたら、あった。まあまあやるね。まあ全部これも僕の想定外だね。それじゃあこの扉に入っていきましょう。そして次はすぐにこの記録を取る。そしてこっからなんだけど、この、いや今ので合ってんのかな。あ、でも閉じ込められた。あ、でもこのドッスンに左に押してもらえば、いや合ってんじゃない合ってんじゃない。この先進めば、ほら扉あるでしょ。で、あの扉に入ればいいと。ちょうどよく挟まってんだ。左行ってみる。あ、こっちで合ってんのかな。あ、こっちで合ってるっぽい、合ってるっぽい。そしてこっから左に進めばよかったのか。さあ、中間ポイント取れました。で、ここで一旦やられて先に進めるっていう感じだね。今回このコースめっちゃ頭使うね。なんで今日のトロールコース、タラタラしてしまうものになってしまったら申し訳ありません。いや、すごく悩む場面が多くてさ、どこに行けばいいか分かんないみたいな。まあ、ここはね、すぐ上に行けばいいっていうのは分かるんだけど、右か、いや左だね。すぐにファイヤーを取る。そしてリンクを取ればいいっていうことはさせてくれないね。いや、でもワンチャンあると思います。この砲台が下がるみたいな。いや、あの氷を溶かせばいいでかでしょ。見ててみんな、僕はあの氷を溶かしてみせるから。我の手に宿る黒煙竜よ、今こそその力を解き放て。ワイヤー、うるせえ。まったく、ピオキングっていう男は騒がしいですね。いつになったら落ち着くことができるんでしょうか。いい年こいてわーわーギャーギャーと、たまには落ち着いてゲームをしてみてもいいんじゃないんですかね。ここは何かって、いや、ブラッパー。ね、勝ったね。え、USA 合ってたんじゃないこれ。合ってる合ってる合ってる。で、ここで雲を抜いたら先に進めるみたいな。で、チビだってどっちだろう。一旦音符の方を信用してみようか。この音符怪しくない。だって音符出てすぐ左、熱すぎる。バスターソード。なんか下にカロンの甲羅が出てきたんだけど、これもしかして行ったらいけないやつじゃないの。これね、これ次の進むルートでしょ。いや、絶対そうだ。いや、ちょっと待って、これ順序おかしいおかしい。これどうしよう。これを先に進んでいいのかな。まあ今のは見なかったことにしておきましょう。いや、左下のさ、いや、ちょっと待ってね。
撮るタイミングがわかんねえな、あのマスターソード。いや、左下のリフトがあるじゃん、そこで乗りミスったんだけど、それがまさか次の進路の道しるべになるとは思わなかったね。ちょっと知らない人にしてもらってもいいかな。きっとこの先イカロンの甲羅がいりますよみたいなのがきっと出てくると思う。あ、なるほどね、カロンの甲羅がいるっていうわけね。それは分かってた。もう二度と使うことなさそうだね、それは分かってたという単語。さあ、ここでピンコイン三つ目だね。いや、相当あるよね、ピンコイン10個くらいあるんじゃないの。それで、ここさっきどうやって行ったっけな。なんかね、さっきバネが出てきたんだけど、とりあえず上にズララにバネが乗ってたよね。なんでこのバネの上に乗って先に進めるっていう感じだね。ここ怪しいね。いや、走り抜けていい、絶対これが正解だよ。さあ走れ、マロス、そのまま走り続けて何もかも罠を避け続けるんだ。ここで一旦メットを蹴ってみる。そしたらここでキノコが取れるということですね。このキノコを取ってさらなる走りを僕は目指したいと思います。さあ行け、マリン、これも30コインの方に行って、たまにはコイン仕事せんか。もう僕は決めました、コインはもう信用しないということをしないということ。そしてここで中間ポイント取りました。日本大丈夫ですかね。ここは左に行ける。そしたらなんか罠っぽいんですけど、あ、これ行けた感じ。いやいや、全然行けてる行けてる、左しか行けないもんね。ちょっと待って、アヘムアヘムって何、初めて見るね、あの単語。こっちは、いや、アヘムって書いてるよね。まあ、これが新耐久なんかな。いや、全然難しくないんだけど、ぬるいぬるい、なぜ。なるほど、これ早く行けっていうことで。いや、面白いじゃねえか、こういうの。もうなんかさ、こういうのミンパトでありそうだよね。でも僕はこんなものぬるいんですよ。さあ行きましょう、マリー、地獄の彼方へ、レッツゴー。じゃあここ上に行けっていうことなんかな。左下ダメだったでしょ、ブラパやられてくれるみたいな。左かな、ここに行ったらいいみたいな。なるほどね、やっぱ左にパワーブロック隠されてるね。早くドス右に行って、危ないね。衣装やじ、もうやめました。ここで衣装やじを一旦出しておく。そしてここに降ってくるでしょ、衣装やじが。で、このリンクを取って、上でいいの、このピースイチか。熱い、多分これで合ってるよ。そしてこの土管に入れば先に進めるっていう感じだね。うわ、何ここ、お前が一番なんだんだ。土管枯れてた瞬間すぐ左に行く。取り返せるかよ。いや、今のは面白い。ごめん、ちょっとつぼった。じゃあここジャンプしておけようか、多分それでいいんだよ。こいつにどんだけやられてんだよ。じゃあ常に左行くよ。それでも僕はまだ罠に引っかかりを感しかしないな。何もしないよ、僕一旦ここで。そしたらアイテムがなんかくれるんじゃないの。なんもない感じだね。じゃあ赤い土管に入っていきたいと思います。もうそろそろゴールが近いような気がするけど、このワイヤー取っておく。いや、一旦取っておこうか。え、あ、左側で待っておけばよかったんだね。じゃあここはこの雲の上に、ここは右押しっぱだ。それで砲台が回避できるっていうわけですね。そしてこのハテナはすぐジャンプして取る。はい、来ました。これで僕はここだけの謎が解けました。下に行けっていうことか。ヒップドロップ、そしてこの、うわ、どっち行こう。いや、見えねえな。いや、僕はこの土管、いや上行こう。こっちが、なんで違うんだ、いつもさ。頼むから会ってくれよ、2分の1。そんでここさ、クリボの裏に扉があったよね。絶対それが正解だと思うんだよね。あれ、入れんね。え、どうやって行くんだろう。じゃあここ下に合ってんのかな、この土管で。じゃねえか。こんなの2分の0じゃんか。これさ、クリボのところ足場あったからさ、下から行けんかな。なんでここでキノコ取ってブラパの上に行って扉に入ると、多分これで合ってるんだよきっと。ガモンがいる、ここがブロックやっぱあると思ってた。どうすればいいんだ、ここは。右に、入れませんよ、この土管。これどうやってやられればいいんですか。ねえ、誰か。あ、入ったよしよしよし。いや、焦った。たまたま右入力ができてなかっただけなんだね。いや、でもこれそんなに、まあまあそんなことだと思った。この上の扉に入れってか、絶対中間戻しなんじゃない、ここ。
え、なにこれ頼むって、もうこういう演出いらないって。なんかすごく面白そうだけどさ、こっちで合ってんの？え、右は何？右のノコノコ大量生産は何？さあ、TRO トロールって書いてるんですかね。いや、分かってますよ、このコースがトロールコースっていうことぐらい。どうせ中間ポイントに戻すんでしょ。今チェックポイント1っていうのが見えたよ。ねえ、ここチェックポ、いや、これワンちゃんゴールまでの道なんじゃない？え、なんかそんな感じだよね。チェックポイントなかったもんね。 JK 嘘だよみたいな、実はゴールがありますよみたいな、そんな感じなんじゃないかな。いや、多分そういう感じだね。ここで隠しブロックを叩いて、あ、分かった分かった、下に行ってこのオンオフを叩いて土管に入ればゴールさせてくれるみたいな、多分そんな。どこに入れないの？上か？上に行けばいいのか？なあ、 P スイッチを出してもう一回上に行けと、そういうことですね。いいじゃないか、面白い、これを早くしろと、そういうことですね。さあ、ここで早くオンオフができねえ。え、これどうやって行けばいいんだろう。ちょっと待ってね、マジ考えていい？あ、分かった分かった分かった、多分ね、 P スイッチをヘディングで動かすんだ。いや、これでいいよ。そしてここで P を踏んで上に行けと。なんもないじゃねえか、なんだこの始末だよ。ここまでさしてさいや、でももう分かった分かった、これはこういう知り体験っていう感じなんだね。これ P スイッチ踏むじゃん、で上のこの P ブロックっていうのかな、これがタイミングよく出なきゃいけないんだよ。頼む、どのタイミング？ここ！これ飛ばしていいかな、これ飛ばしていい尻耐久じゃないの？いつも僕尻耐久飛ばしませんけど、これは飛ばしていい尻耐久なんじゃないんですかね。次で成功しなかったら僕飛ばしたいと思います。皆さん見ていてください、これで成功したいと思います。集中しますね。はい、うまい。なんでなんでそんなことなんだよ。頼むって、これ大変なんだよ。もう一回成功進めます。ここ、うますぎるね、面白いじゃないか制作者さんよ、こういうの好きだよ僕。え、チェックポイント 1？ え、なんか戻されてるんだけど。え、さっき戻された、でも見てないよね、チェックポイント1とかなかったよね。頼む、ここから何か違うパターンが、それでゴールが近いみたいな、そういうのはないか、さすがに。いや、何かそれでさっきのところまで戻れっていう感じですね。わかりました、僕はさっきのところまで戻りたいと思います。皆さんそこまでノーカットで見ていきますか。誰も見てよ、んなもん。出た出た出た、こういうの頼むって、ゴールさっきそんなところやったっけ。え、これもう一回やり直しってこと？絶対そうだ、ダブルコイ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 、なんでまたこんな鬼畜だし体験をやらなくちゃいけないの。もうドロールコース卒業しようかな。僕一発マリオと共にさ、ここで一発成功で決める。いや、長かったね、これでゴールできるんじゃないんでしょうか。さあ、30コインのもと、そしてゴールへ行きましょう。やったまるで見る鬼畜さだったね。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、鍵取ってというこのコース、説明文やばすぎ、確かにやばいね、そのキャラクターのネーミングセンスでね。このコース鍵取るのがめっちゃ難しいコースだと思うんですよ。上に赤いブロックがあるじゃん、なんで鍵取った瞬間上からなんか降ってくるんじゃないかなと思って、ただ鍵になるのがあの P スイッチだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.41%、 久しぶりだね、こんなにクリア率が低い一発マリオするのって。いや、それも最近さ、最近ピオキングさん一発マリオクリアするの早すぎないですか、なんかつまんないっていう苦情がありませんでした。じゃあここは一旦鍵取ってみようか、なんか降ってくると思うんだけど。まあまあ予想はついてた、リアクションの準備してた、正直言ったら。じゃあこの P スイッチを踏んでみる、そしたら、あ、P スイッチ踏んでもブラッパ落ちてくるんだね。それじゃあ開幕右にダッシュして鍵を取る、そしたらゴールまでまあいけないですね、なんと
なく分かってた。Pスイッチだ、Pスイッチ以外ない。このPスイッチを投げて、この隙間をくぐって鍵ドアの方に行く。これ以外ないよ絶対。どの辺で投げるかが一番重要だね。一旦鍵取って何もしないでいい。そしたら右から2体目と3体目のブラパに当たるっていう感じだね。ということは右から2体目と3体目のブラパを狙えば当たるパッカー。なぜだ、なぜこんなに難しい。Pスイッチ当ててジャンプするだけじゃないか。もはやPスイッチも当てれてないし、鍵も取れてないよ。集中力どうした。もうここまで来ればノーカットでお届けしたいと思います。皆さん見ててください。次のテイクでいけないと思います。さあこれで1082回目の挑戦どうだ。落ち着こう、落ち着いたらいけるはず。はいはいはい、ダメだ、落ち着いたらダメみたい。僕という人間は落ち着いてしまったら何の取り柄もない。なんで落ち着かないでこのまま行ったんだ。はい、あだーうるせえ皆さんすいません、いつもうるさくて。でももうなんとなく感覚は掴んできたね。着地寸前で投げる、そしてジャンプすれば来たいやほんと難しかったこのコース。見た目は大したことないように見えるでしょう。でも説明文に書いてある通り本当にヤバすぎだねこのコース。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。